うまいな、逆気なのに。もうちょっとブレーキ弱めますか。あ、これだから飛ばないのこれ。そうですそうです、バックからしづらいように。あ、そういうことなんだ。はい、皆さんどうもおはようございます、空中部です。今日はですね、近くの川やってきましたね。たまたまね、ちょっとボンさんと一緒になったんで、ボンさんとやり始めました。ボンさん初ベイトキャストですね。ということでね、いつもね、ブラウン河川、このラパルのね、フローティングで結構ヒットするんで、場所が変わった川でもね、来るのかなと思って、今日はこれのテストでやってきましたね。釣りがね、実に僕1ヶ月ぶりぐらいなんでキャストもクソもないぐらいもう忘れちゃってますね。といった感じで頑張りたいと思います。それではよろしくお願いします。出ないね。やっぱり人入った後なんですね。うん？あ、ベイト？楽しいでしょ、結構。手返しがいいのがベイトのいいとこです。ボンさん、ちょっとここ いる、まあ、普通の25ぐらいなんだけど、ミノで追ってきて軽く何回か触るんだけど、また出てくるんで、あのその木のなんかその奥何回やっても出てくるんだよね。もうちょっと奥っすね、あの流れ込みこっからこっからこういうキャストだね。こっからこういう風に。すごい落ち葉がね、見づらいっすよね。釣れちゃった？ああ、いいね。ナイスキャスト。ダメ。やっとヒットした、割れたちっちゃいのバラしました。来た、来たよ、やっと釣れたよ。あー、割れたよ、すいません。しかも結構いい方だった、30近かったよ。はい、ドルはネズミ土壌から J7 ですね。やりました。来た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 、ちっちゃいけど、バレたバレちゃったね。はい、ネズミ土壌。やっぱいいなぁ、ジョイント。ボンさん釣れたよ、ちっちゃいの、びっくりするぐらいちっちゃいの。
よいしょ。これなんだ？ヤマメっすね。ヤマメ。ヤマメにだと思う。いやいや、ちっちゃいよ。びっくりするぐらい。あ、やば。これニジマスですかね。放流ニジマス？え、ニジマスですか。背びれ、背びれ、わかんないんだよね。背びれ、ここ、ええ、ここです。あ、いい、ね、そこに何かあるの。ヤマメ、判定がなかったらヤマメ。ああ、そうなんですか。それなんかニジマスのパーマーク、ニジマスっぽい。見える？全然見えないです。じゃあヤマメ。ええー、で、教えてもらった俺も。なんかパーマーク、教えてもらった。パーマークが丸いんだよね。いや、これファーストフィッシュ悲しいな。うん？来た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 。やっといいサイズ来たよ。ブラウンブラウン。やりました。よいしょ。よいしょ。ラッパラ J5 ですね。やりました。はい、やっと開始後1時間やっと釣れましたね。ブラウントラウト、サビ入ってますね。はい、ありがとう。Thank you. Wee. Ah! Oh! やっと釣れたよ。ああ、バレたよ。